はい、こんにちは。ブラックスクワット。今日はね、要望になった SR47、なんか使ってみてほしいってことなんでね、使ってみますよ。なんかボックスから出た限定版かな。まあ、この銃もあれだよね。AK12 と同じく、ヘッドショット一発で、まあ、威力高め、反動高めみたいなね。あんま得意じゃない武器なんだけども。使ってみましょう。おっと、もう敵が自陣に入り込んでるぞ。まあ、AK と同じ感じで使っていってね、問題ないのかなっていう。ほぼ同じだよね。まあ、あっちの方がちょっと、ああ、後ろか。威力高くて反動高いのかもしれないけど。まあ、大体同じでしょ、これ。ああ、正面ね。正面いますね。やっぱ、あれかな。重いのかな、この武器。ちょっと移動速度が遅い感じはしますね。で、タップ打ちしていく。あの距離。いやー、当て方わかんないな。これでいいのかな。重なってるし。ああ、タップ打ちしても結構ブレるんだね。はい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 。はい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 。ああ、ブレてるね。いまいちな、使い方がわかんないな。本当に一発目を頭に当てるっていう運用しないときついっすね。おお、びっくりした。いるよね、そこ。じゃあ、いつもの右から入っていくパターンで。いや、待てよ。右に敵いるな、もう。うわー、当てれれー。きついな。やっぱ最初の一発で決めなきゃダメだな。出てくる。はい、出てきた。そっち？タップ打ちで同時になっちゃうか。よし。こういう感じか？こういう風にやんないときついってことか。はいはいはい。頭だけを狙ってね。もう一発目で当たんなかったらほんときついんだよな。さあ、ゆっくり。おっと、危ない。まあやっぱ出会い頭のね、これがあるから強いんだよね。この手の武器は。MDR とかじゃね、打ち負けちゃうからね。近距離のこのヘッドショット一撃が強いね。まあ遠距離もまっすぐ飛ぶらしいけど、一発目までだな。さあ来い。お？どこだ？意外と来ないな。ダメだ。うん、動物になっちゃった。さあ、相手の自軍近くに潜入してて、出てきたやつの頭を撃ちたいが。おっと、ああ、ダメか。こういう時だよね。こういう時に頭を撃たないとダメなんだよね。さあ、3分の1のキルカウントで、こっちが10点リードしている。おっと、見られた。はいはいはい、当たんねえな。これで当たんないのか。これ当たんないのきついな。こんな感じか。いや、やっぱね、あれだね。MDR とかの方が使いやすいね。お、いるね。おっと、危ない。ボムやってくる。さあ。おっと、なんとか頭打てたけど、きつい。よしよしよし。いいね。さあ、一回戻って、右を攻めていく。おっと、MDR。
ちょっとデスが多いかな。来た、よし、頭打ってく。さあ、いたよ、今。見たよ。はい、同打ち。はい、頭打ってく。あ、やべ、あ、当たった、なんとか当たった。お、今だ。今だとか言ったのに。どこだ？いた！おっしゃ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。あー、ここね。この、ここの降りる瞬間な。照準がガバガバになるんだよな。空中反転になるから。今、スナイパーいたね。さあ、左。入ってきそうな予感が。あ、いるね。これは行っていいかな。はい、二人。もう一人。あー、見られたな。く、当たらな、当たらねえ。あー、やってしまったよ。ハンドガン。ハンドガンでなんとか一人やる。グダグダだったな。相当グダグダな感じになっちゃったけど。はい、もう一人。あ、ダメか。いやー、しかし、やっぱりね、なんか慣れないね。慣れないと使えないっすね、こういう銃は。おっと？当たらないのか、これ。なんとか同打ちで倒していく。ライフ7。あー、奥にいたよ。しかも、スナイパー。おっと、奥にスナイパー。おっと、手前に。よくあれで当てれんな。出てこい。同時。いや、ダメだね。打ち始めに当てなかったらもう全然ダメだな。当たんなかった場合、どうしたらいいんだろうな。4発目まではヘッド狙える。さあ出てこい。それとも奥か。いた。いい。あ、今のヘッド出ない。あっと。はいはいはい。あぶね。リロード挟んで。よし、もう一人。よし。奥から？いない。もっと手前にボムで死んでしまう。117対117、いいですね。めっちゃいい勝負してる。あ、奥来るね。リロードして、うわー、なんとか倒す。うわまあなんかね、一撃がチームデスマッチよりも大事な、なんだ、ドミネーションとか、ドミネーションって言わない、爆破モードとかだったらね、こっちの武器の方が強いかもね。おっと、さあ後ろから撃っていく。はい、背後完全に取っている。美味しいね。あ、いたいた、奥にいる。おっと、ちょっと待って、今敵か。あ、いた、いた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 。はい、撃ってく。よし、2人やった。あー、でもこれきついな。負けてんな。おっと、ボム来てる。さあ、1人来い。やってやんぜ。おお、なぜかヘッドショット。ここで150カウント。負けてしまった。いやー、難しいね。SR47 ね、やっぱね、AK と同じく、あんまり好きじゃないんでね、もう使わないかもしれないですね。
まあ爆破とかね、やるときに使ってもいいかもしれないけど。まあそんな感じです。